お疲れ様です。吉田さん。億万長者合宿に参加した当時のメンバーに、みんなの銀行とか教えてあげたいですね。多分、どんないい,けい,い案件を渡してもね、うん、やっぱりその億万長者合宿でお伝えしたことが実行できなければ、同じなんだろうなと思いますよね。で、しまいには行き着く先としては、わけのわかんない投資商品に、一発逆転30万、50万払うみたいな感じで、当然。 それが構われるって話でしょうね。だからめんどくさがって何もやらない人に対して30万50万100万払ったら増えるかもねっていうのはすごくね美味しい誘いなんですよね。でも大きく見落としているのはその30万どっから持ってきたの50万どうしたの100万どうしたのっていうことなんですよ。でそのお金はものすごく爪に火を灯す思いで作ったはずなんですよね。だから30万払う50万払う100万払うよりも 30万稼ぐ50万稼ぐ100万稼ぐっていうふうなねそっちの方に発想を変えていけば別に危なっかしい出所不明の投資商品に意識を向けるよりも多分確実だと思うんですよで稼ぎるようになったらそのスキルってのは何者でもない自分のスキルですからねだから最も当てになるんですよね誰かが儲かるって言ったとかねこの人があ元本が保証っていうふうに言いましたってなんか効き目あるんですかとか思っちゃいますよね うん、だからそういうふうな感想を言う人がいるよね体験を語る人がいるよね口コミはあるよねでも「他者の感想だよね,、うん、ねあの黒沢っていう漫画あったわけですけどもあれの漫画のね冒頭に「他人の感動他人の喜び他人の成功俺のじゃない」みたいなのがありますけどもまさにあれに似てるなと思います。うん、自分の体験ででではないいしょっていうところですねそれじゃあ